今からアイスを作ります。何アイスですか？いちご、ハート形。いや、次は何アイスですか？ピンクのいちごのハートです。トッピングもいっぱいあったよね。チョコストロベリー超うまいよ。チョコストロベリーミックス超うまい。でこれはお絵かきペン。これがピンクだからブラックかブルーが一番綺麗じゃない？ブルー。あ、カラースプレーよくない？うん、こっちカラースプレーの綺麗なやつ。あれキキ何これにしたの？猫。そう、猫にしたの。かわいいじゃんキキ。どういうニャンコにするか書くんだって。どういう風にしよう。ちょっと難しい。おいいね。お、かわいい。上手。口もかこうか。お、すごい、キキ。目、鼻、口。お、なってるね。猫の耳。目、目、鼻、口、オーラ。目、目、鼻、口とオーラ。すごいじゃん、キキ。オーラもかけるようになったの？すごいじゃん。これは？これは、これ。あ、デコペンですね。あ、デコペンでここにちょろちょろって書くよってこと？うん。すごいね。オッケー、全部出来上がり。デザインできた顔して。今なんで見た？さらに完成したアイスバーの保管方法を説明します。まず箱の中に入っている透明のパックを取り出します。透明のパックを開けて製完成となります。説明の方は以上になります。何かわからないことがありましたら、スタッフのパークまでお声掛けお願いします。今からアイスバー体験スタートしていきます。スタッフがテーブルごとにご案内しますので、それまでテーブルでお待ちください。うん、これから。どれ先に行こうか。次は青でいい？うん、いいんだよ、3個じゃ足りない。これと、これか。では、あれ、そうかないとね。キキ待ってね。キキはシルバーだよね。これと、ねえ、じゃあ、あともう1個何にする？これ、1、あとじゃあ、これにしようか。これだ、これ。あともう1個。これはねのヒゲチョコ落としでしょ？全部で5個のハート。うん、すごい。あれ、これ、これはいらないんじゃん。これで OK。 よし、で、アイスをもらいに行こうか。ちょっと待ってね、頭向けてください。はい、じゃあ止めてね。はい、そしたらこれをチューってつけるからね。あ、なに来たよ、ストロベリー。根元までつけていただいて、上げて20秒お願いします。はい、ここまでつけるからね。ここまで。大丈夫かな？あ、大丈夫だよ。ちょっと私にあれをやらなきゃいけないですね。入れて。あと最後だね。もうちょいつけていいよ。いい。
上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、止まったの？止まった？下の方も一回やろうか。あ、もうちょっとだ。ちょっと待って、もうちょっと、もうちょっと。あ、大丈夫。みんなで大丈夫だって。いいよ。絵描いてください。好きな絵に描いていいんだよ。食べていいんだよ、これ。これ、乗っけたい。いいよ。もう食べた方がいいかもね。だいぶ溶けてきた。オッケー。いただきます。いただきます。これです。
うまい。どっちなの？めっちゃうまい。キキも食べる？もう溶けてきちゃったね。バニラ味。はい、どうぞ。まだやる？どうぞ。早速開けてみよっか。あいしょ。あいしょね。紙取ろうか。なんだ？これどっちかな？上をかかった開けてみて。あ、これねね。ねね。これねね。じゃあこっちがキキだ。はい。さあ開けてください。開けれる？すげえできてる。おお、綺麗にできたな。開けて、開けて。うん。開けてパパ。あった。おお、かわいい。食べて。キキの許して。キキのがなんか中身が飛び出ちゃってるかも。すごい。取れるかな？出せる？よし、パカ。キ、棒持ってちょうだい。食べれない。おー、すげー。取れた。いいじゃじゃーん。キキママにもじゃじゃーん。おー、かわいいね。めっちゃうまい。めっちゃうまい？すんげー好きな味。食べていいの？頑張れ。マジうめえ。おいしい。ほんとだ。ねんねんの？うまい。おいしいね、キッキー。うん、おいしい。うん。おいしい。ありがとう、キッキー。せーちゃん。今まで食ったアイスで一番。せーちゃん。うん。一番かも、マジ。うん。キキのはキキでバニラ味だから。決まった味が美味しいよ。あ、おう。うん、うまい。うん。ま、最高だねこれ。うん。明日も行きたい。これで明日の予定を考えないとね。うん、とりあえず絵付けがやりたいんだよね。シーサー。ありがとう、ごちそうさま。30、30、30。